松村入ってない。たまに入ってください。あやこちゃん、はい、顔出してよ。おっす、お疲れ様。もう始まってます。お疲れ様です。はい、じゃあ明日も中止です。中止です。お疲れ様で乾杯。バイバイ。またお願いします。ということで、さあ焼きました。開封式。嫌いでした？いや、食べたことないです。マジで？嗅いでよ。俺ダメ。嗅がないよ。嗅がないよ。ダメ。さあ初の。あ、もう匂いが立っちゃうよ。行きます。俺なんか滑るよ、滑る、滑る。滑る？おう、あ、でも、うん、残りますよ。鼻に残ります。大丈夫じゃん、大丈夫。おお、ヤギの松村さん、これダメなの。松村さん、ダメですか。もうダメなの。どうぞ、どうぞ。そっちが風上で扇風機で全部間違えた。パンチが効いてる。やばいっす。もう全然効いてないし、これ。これ全然マイルドだな、これ。焼いてる時が違う。焼いてる時が違う。さあ、じゃあ立ち上行ってよ。すごいっす。行って。じゃあこれマヨネーズつけるの。マヨネーズ。あれ？これさ、違う。尾崎さん。食べる？食べると。そんなに。七味、七味でいいか聞いて。全然来ないじゃん。全然来ない。山椒と臭いですか。いや、違う。ああ。いや、試して。初めて食べた。ないの。これは臭くない。今日初めて。素人用だもん。全然臭くない。いただきます。秋田の嬉しさ。これ新島です。食べるのは大丈夫ですか。全然大丈夫です。はい、でも食べたことないです。新島で。これは石川の。そう、なんか宮城島。船で行ったら、それの中で。これ塩ガツオ、これだよ、これ。こんなしょっぱいですよ、しょうがつお。しょうがつお、しょっぱいですよ。あれは、このまま食えないじゃん。抜いてない。わかんないです。言い方わかんないから。ただ焼いてもらいます。一回洗うんですか。洗えば、うん。なんかほぐしてお茶漬けにするイメージ。そう。しょっぱい。あ、抜いてない。しょっぱいです。うん。洗って。今から洗ったのにね。洗ってやる。洗ってから焼くもの。あの、あ、それで食べた方がいいかもしれない。バゲットの格好。あ、やべ、ちょっとさ、自分撮影係だからね。やってるよ。やばい、何もないよ。やってないよ。大丈夫だって。バゲットは行きます。なるほど。そして、いつも怒られるから。かつお節。鰹節の前だ、なまり節。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 蒸しただけだった。正月はうまいけど、しょっぱ。こちらのウォーターサーバーここにある。はい。お水、蒸しをほすけど。はい、ありがとうございます。今日からも美味しい。今日からうまいでしょ。はい。なんか、癖になってますね。モニート、モニート。モニート、モニート。モニート、モニート。
ボニートね。これ、両方ボニート。これこれこれ。はい、けせやトライ YouTube TV トライトライトライEverybody try? No try. No try. No thank you. これがあるから気をつけて。これがある。こっち? I will try. チーさん、チーさん、リルリルリル。Very smell. そうそうそう、前のに。Very smell, but very delicious. 思ったよりちょっとしょっぱい。Okay. Okay? うん、残るんだよ、残るんだよね、うん、いやでも全然強くない、うん、俺にとってはでももっと強烈なやつ結構あるんだよ。これはニジマスポーツは生のやつ今開いてつけて干して一夜でいくやつ、あ、やるかぎりで行き草え、何に下味何腐った塩、元々海水ただ腐った後に塩が塩いっぱい入れて、うん、塩辛みたいな腹渡のはもう虫がいっぱいいる、うん、最近の汁がいやいや発酵してるんじゃなくて本当に浅すぎる、まあ、だから最近が分解してるんじゃん、発酵が腐ってるのと違うんですよ、一緒だ一緒だ、どの家庭かのどの家庭かを言ってるだけで一緒さ、発酵だもん、腐敗と発酵なんて一緒さ、腐敗はほら悪い物質だもん、一緒さ、そこからまた浄化に戻ってくるね、ある点からさでしょ、それは何でだろう、それはそうだよ、ある点から浄化に向かっていっちゃうよ、結局は腐り切ってったって、うちが湧いてるうちは腐ってるけど、うちも見なくなったから綺麗になってる、あんまり取れないでしょ。でもこれなんか発酵食ばっかだね。保存食だね。今度さ調べてみて、草屋は誰が作ってるのか。それ何菌が、何菌かさ。草屋菌なのか。草屋菌ってあるのかな。このついてる汁をね、こうやってもなんでもない。つけてる汁をコップに入れるとすげえ虫がいっぱい泳いでる、そうなんだ、やべえな、こっちのコップに虫があるだろうこれとこれ一緒に食べたい、こっちの食べたい、はい、さよちゃれよしね、違う違う、これ、これ俺が好きなパン屋のやつ、これなんか塩辛とかチャレンジしてみようよ、いいんじゃないの、パン屋とか、いかにだねんな、これはうまそうですよね、パン屋よかった、パン、パン、パンと塩辛、うん、しかめとコラボ、でもやっぱ小麦はさ、生臭さが際立つ、ね、白米だって我慢できるのかな、白米の匂いがあるからかな、ドライな感じがダメなんだな、水分が出てきてで、発酵しちゃうから、これと何度してないの、これと変わらない、塩ガツオとはいけるね、うんうんうん、魚と西洋がこうなんか和の魚が西洋で今コラボしたね、塩ガツオとは合う、何だよこれ、草屋だ、草屋はあるよ、こっちかこっちか、うん、いや、これは絶対ないの、どっちもないの、うん、草屋から入ったはず草屋はほら、俺が手でほぐしきてるから、草屋はどうも気持ちいいけど、草屋、これは魚は何、
これは室。これは室。でも何でも好きですか。元は臭いの苦手だから。臭いの苦手なのにいただけてる。何が臭いの。臭いも飲んでやる。ナンプラーとかだね。ナンプラーもあれだからね。料理になっちゃうけど、ナンプラーだけ飲めるから。クリームチーズそれ違う。バター、それバター、わさび。なかなかいないですね。初戦の草屋持ち込んで、夏の鉛節でいっぱいやってる。これなかなかないです。俺カツは醤油かけるけど持てないの。それ何のカツのビールだ。そうそう。やっぱり醤油かけるかし。どんだけカツオがいるか。醤油かけた？カツオ。かけた。かけたうまくないの。味何もあるよ。ないよ。ないよ。俺たちがないからね。基本的にさ、ああいうことはさ、こいつら山の食いもんじゃないじゃん。これは海のものだから、海のものがさ、作った考え方じゃん。だから山のものぐらい言ってもわかんない。これやっぱり漁師が判断してる。これは食べたけに醤油とかさ、向こうの刺身醤油で食うからうまい。甘いやつだ。あと料理は作るものはみんなしょっぱいじゃんか。これはさ、味の好みじゃなくて、もともとさ、やっぱり海に出るやつっていうのはさ、保存食。それももちろんそう。だからでも保存するにはさ、最低 5% 以上あると塩は入るわけ。だけど保存を考えたら 12% とか 14% ぐらいないと効かないと思うんだよ。だまずそれが一つとさ、冷蔵庫がない島の食い物じゃないか。あとはやっぱり海辺で暮らす人たちとかさ、塩化で当たりすぎて普通塩分濃度では味を感じない。そうなんだ。別に摂取してるわけじゃないの。しょっぱいほうが好きですよ、ね。自分がさ、散々海に出てそこに気づいてないだけだと思うけど、普通のおにぎりを塩むすび自分で作ってきて味しない。家で食って味するぐらいでは全然しない。ただ塩飯になっちゃう。それは海の上だから。そのくせあんこだけはやたら逆にたまったんじゃくるよな。これはあんこ大好きです。あとこれだから味噌漬けのやつもあるわけ。このカツオの味噌が船であんぱんとか食ったことないです。俺結構食うけど、あのいつもより食えない。あんぱん船の上で船で食うと必ず食うけど必ず胸焼けする。あんで、あこの間さ、久米島行った時さ、コンビニの弁当なんてお金食ったら基本的にさ、味が濃いけど、必要以上に味が濃いでしょ、すべて。ああ、そうだと私、他っていうか、他でコンビニのご飯を食べないから。いや、だってこの間ほら、コンビニ中まで買ったでしょ。別になんか、それちょっと味が濃くなるから。甘いにしてもしょっぱいにしても濃いやろ、大食いさんは。まあ、確かに味が濃いって言われてる。やっぱ、汗がかかるから。それが、あと言って冬寒いところも同じように濃いよ。ああ、そうだね。だから真ん中の人が一番薄いっていうか、だから京都は薄いんだよ。京都って薄口の醤油とかを使っているけど、あれ塩分濃度実は高いから。
レンドルは色の差だけです。そうそうそう、色が薄いけど。同じ量飲めばいいでしょ。同じ量飲めばいい。基本的にはだから、俺たちこんだけ入れるけど、あっちは多分こんぐらいしか入れない。そういうことですかね。豚骨は煮付け煮しの美味しいから、はい、あんま食えないけどさ、そうですね、あっこいいですね。だって砂糖をさ、お玉1杯、醤油お玉1杯、酒お玉1杯、同じ分量で、パンにバターつけて、ね、この砂糖こんなに入れるのか、これとか、どうこれ、正月美味しい、正月用のバターのパンが美味しい、パンがどうある、臭いはこれほぐして、ニンニクのペペロンチーノ作ったら美味しいんだって。バターで。え？パンクリームだ。あ、パスタだ。そうなんだ。ペペロンチーノ美味しいって言うやつ。確かに、それは美味しいかも。お茶漬けはね、よくやってるね。これとこれは、チーズバターのクレープ風。どうでもダメ？どうでも食べるかな？あ、食べれる。あげてダメ。ギリシャで臭い食い物ある？ナスある？ギリシャハブ？ニンニク。あ、ニンニク？臭いはウィーンで、臭いはウィーン。臭いはウィーンで。臭いはウィーン。ドリアンよりもウィーンだ。あれがじゃ缶詰。ストリーミング。なんかそんなようなあれですね。フィンランドのイワシサーディン。あれはニシンだった。あ、ニシンか、ニシン。あれはやばいよ。俺開けた瞬間にもう。シュールストリーム。あ、そう、シュールストリーム。ネタからそこら辺の感じですね。みんなが美味しい。World most stink。ハイドポテト。はいはいはい、大好き。フライドポテトの上に塩辛が合うんじゃない？じゃがいもだろう。あ、ありますもんね。じゃがバター。やっぱありますよね。この間、大津島に何人もありますけど、まだ、マアジの皿、凍らせてやると、すげえ良かったです。まだね、かっちゃいけんね。いけたくちゃね、味が臭いと思ってるんですよ。でも、あんた知ってるの分かる？あの、レバー。ただのレバーね。これが怖いのは、今じゃないです。半月後、1ヶ月後、なんか臭いけど、また来る。もう一回食べようかな。 3,4 回やると、はい、なんか牛舎の前を通ると、はい、あれなんか臭いやってたんだって反応して、はい、本当に、牛のクソに反応しちゃう。同じ匂いだ。誰か臭い焼いてる。やべえ、どこだって。いや、もうこれが出来上がってきた。これさ、塩辛いってるんだ。はい、大丈夫です。あ、すいません、はい、これだろ、ジャガバター。これ、フライドポテトと塩辛は絶対合うはずだと思う。俺の中では塩辛ってさ、生クリームとかあるしさ、北海道はジャガイモと塩辛一緒に食べんか。バターもね、じゃがいもを切ってそうから、いや、まあまあ近いものは本当ですか。ちょっと油がいらないのかな。油が中華の味気しちゃいます。邪魔するな。ホタテは
あ、そうなんですか。年代中ぐらいだと思う。へぇ、ただ、アパティの収録数も3年かかるから、3年後にそれで、まず A を作って、2年後に B 作って、C 作って、A 収穫して、A を作り直してっていう感じで、ホタテファンドやろうよ。もう一つ。そうそう。みんな、一人親方でいいわけ。みんなで玉に入って、みんな一人親方で、法人認めないって言うから、はい、全員で5、6人でみんなで親方になって、ね、5、6人が親方になりながら、はい、一つの温度でみんなが手伝いしちゃえばいい。うーん、あるんすか。え、確かにやりましょう。函館ある。函館はあるんですか。函館でってこと。函館で。いや、オホーツクだったらあることありますけど、オホーツクとあっち行くと、フリーでやってる。フリーってのは、あれ、これはもうこれだけですか。いや、もう一つ来ます。じゃあ食べちゃっていいけど、撮影前に来てもこっちが来たら、やっちゃいます。撮影されて、そのホタテの時間に切ったかったな。俺のホタテを狙ってるの。なんでその話をしてるのかなと思って。やろうとしてるのマジで。いいですよって話。世話になってる、あの漁師さんがやってるんですよ。ホタテを、はい、これはホタテしかねえなと思うんですよ。サロマ湖ってことだ。ああ、なるほど。私のフーカワーじゃない。フーカワーじゃない。フーカワー、あ、函館ね。函館フーカワーじゃん。サロマ湖のホタテが、サロマ湖ってどういうことですかね。このサロマ湖のホタテを、そう、もうちょっと違いを養殖して、その違いを北海道全土に。函館はさ、漁業組合以外認めないわけや。だから法人化できない。それをピンで、俺は、ヒューマンパワーの法人化してるわけで、みんな一人親方を取りまとめて、でガッツでそれやってっちゃうから、3億5億夢じゃないですか。へぇ、結構やってるやつ。タコートロンをやって抜きやったり、貝柱干したり。俺が考えてる中では、作るとこから6次産業ぐらいの制覇。あ、初めて来ちゃうんですよ。そこから住んでますからね。戻って、戻って、戻ってやな。戻ってな。戻ってな。外の、その LBC の予測と、中のサロマ湖内の予測と、絵描きやったり、何やったり、何をしてて、網やったり、ミシンの量やったり。いや、これどうすんだっけ。これは、それはなんか2つの集まれる収納物。これは何ですか。これを草屋につけたらうまいんじゃないかなって思って。そう。クリームチーズみたいな。チーズです。わ、すごいドロドロだ。マイルドになりすぎちゃう、あれだって、この深みというのを、これがすごいしかねえよ、欲しいのよ、北海道のアスパラ。狙ってきたら生でこれ食べるやつ。北海道アスパラうまい。毎年、うちの嫁の、うちの嫁、単体が北海道なの。あ、そうなの。そう、だから、親指ぐらいでやって、毎年送ってくるんだけど、すんごいうまい。え、このちっちゃいやつですか。もう、でっかいじゃん。あ、で、あ、お、太さがね。はい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 。味はなんか、トウモロコシみたいな。甘い甘い。
あ、だからあの子供ちをほらベーコン巻いたりするんだけど、あれ普通そのままで牛乳焼いてたりとか。私結構やっぱそれがいいやつが高いから。ほぼ生で来るんですか。北海道に掘り出しやすい。1キロとかで刺身お取り寄せしたりします。だからあの筋っぽかったりするんですよ、はいはい、規格外とか、うん、だけどそれだけだと普通に美味しい。まさきさん、ウロン茶あったらもしますね。もう一本。あとなんか氷だけもらってもいいですか。氷だけ。おお、あ、全然しっぱい。どれが？しょっぱい。どれが？サラダ。しょっぱい。もともとしょっぱい。しょっぱいかな。大体さ、こんなレシピなのにさ、レシピなんて変わってないよ。で分量入れてても蒸発していくから、何円分？たくさんは食べられないから。行くよ。一人4枚ぐらい。で私も食べてる。4匹だよ。あ、匹？あ、そう。これサーディンのスモーク。イワシのスモーク。うまい。ね。おいしそうだね。カキのスモークと一緒だよ。それが癒やしになってる。でもなんか白ワインもらったら、白ワインもらおうか。天気に左右されて一番暇なとって言ってどんどんとおじいちゃんちがやめてみたなかなかないですよね。かっちゃん来年のさ3月の3月に11月3月の日曜とかさ、はい、うん仕事があったちょっと用意しとかないと。あ、はい、今からだったら。そうですね。大丈夫でしょ、ね、人のもんだと。そんなんですけど、さすがに。そんなに無駄遣い激しい。激しいっすよ。結構遊んだって。また行ってきたのかみたいな。しかも11月はさ、アグリじゃないから、肉やわりままで、はい、とかで行ったらアグリ。行ってみて。あれ宮内が入ってたのってことですか。それです。それだ。当には起きない人思ってます。アグリの予定でした。なんか初めての沖縄ちょっと嬉しいなと思って。みちこさん違うんですよ。結構 SLJ じゃないですよ。本気のやつ。本気のやつは。いやでも問題じゃないですか。え？松村さんのことドアイス言ってましたよね。ドアイス言ってましたよ。俺のこと？松村さんドレスどうだ結構じゃプライベートの上見てもらって松村さんのドレスでもう最初からもう俺ド M っぽくてド M だからね。大丈夫俺はどっちかってのもっとはどっち
先生、ド M とド S って何なの？サディストと何？マゾフィスト？マゾフィスト。何？どうやって分類するの？なんか人をいじめるのが好きなの。いじめるのが好きなの。いじめられるのが好きなの。いじめられるだけ。いじめられるだけって。いじめられるのは想像できる。でも逆にいじめてみたい。いじめてみたいのはもう。ルビちゃん。まさかの S？ そんなことないです。オラオラハイヒール先生。オラオラ系な。オラオラなんだ。人間の生態じゃないと分かんないね。あいつらみたいにさ。ミキさんは割と怒鳴られることが平気だった。あれって一番最初に連れてった時が、カツオの小松さん。カツオの小松釣りで、最初仕掛けやって、はい、やる。いきなり読み分からないのでいきなりやれって言われて。手は伸びないから、絶対吐けないなと。このままは厳しいらしいじゃん。俺厳しくないっすよ。なんか宮地さんすげえ言ってくるんですよ。ね、先生、これもう一つ食べたいと。あ、いいっすか、じゃあ。いただきます。ラッパーはさ、病院で自分の釣りだけ行ってる。もう面倒見るとなったらそこ通りやつ知りませんね。でも見てて泳がせとかでもさ、体が反応してるから結構やってきてるよね。台風は体が反応してる。疲れんとこで眠るとね、お兄ちゃんと弟と入れ替わってるの分かる。全然違うからな、お前は。たっちゃんさ、俺サメでした。たっちゃん、あの感じで行くとさ、本茶のモロコ行ったらさ、でも2店舗半ぐらい遅いよね。入っちゃったらね。はい、そうかったね。やっぱりさ、俺とのさ、竿のレスポンスが違う。うん、そうですね。俺は入り込ませないで当たっちゃうから。そこの差が絶対ありますよね。相当あるよ。あ、自分のさ、あれブロケル、ブロケル、そうです。あれでもオンスロートの12ですよ。あ、12？はい。俺より全然。そう。あ、違うわ。あれ、この間泳がせはね、前スタン PPJ 一番、PPJ 二番。二番？四番？四番？三番？全部折れた。でも俺、それようじゃないですもんね。あ、そうでした。3番だか2番に関しては全部とか3番は真っ二つですね。だから真ん中真っ二つもう一つこれも非破壊検査いいんだ。非破壊検査 B605 もこれだ。ウルさんのここなんだ。3回ぐらいさあれ本当に稲妻走ったあれ真っ白いですかって。俺はよけると正面でやっぱりレスポンス変わるでしょ。柔道と一緒、端に構えれば逃げれるけど自分も力入んねえから。そうね、だからやっぱり相撲の四つと一緒だよ。バシュン完全にあれ一番ガイド乗り込んで静かだもん。一応俺も絶対だから、泳げてくださいやって、顔テストするときも絶対顔泳げてるよってやるんですけど、ちょっと危ないっすよ。目とか入ってるね、目とか入ってるね。逃げるとこ、逃げるとこ。硬いとこだよ。よくあれってパチッと消えなかったな。四五針縫っても良さそうな跳ね返り方だった。まあ当てなくちゃだ。
もっと暑くないでも暑くないペラ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 風呂に入ってる暑くない暑くないサッカーはないサイズついてもだけどデートのところは行かないよね、うん、でもせっかくだからさあそういうことねねえもちゃん、はい、とりあえずほら半期がさ終わったじゃん、はい、ねえやっぱこの半期を振り返ってせっかくだからぜひねね、後半戦でまず天城軍団から1本出してほしいです1本目はやっぱり立ち上がら頑張ります、ね、伊沢兄弟がね伊沢兄弟どっちかが飛車角がいるからねまあ弟のような兄がまず1本昨年くれ出したのがね弟のような、うん、って言うとそうですねそうで兄のような弟はこの間ねあの難しい状況で1本出したしねそうですね、うん、なんとかどうにか後半取りたいですね、でも言った通り、うん、ギリギリ1本最後追いつくかもよって俺言ったでしょ、うんそうですね、あれはもうさ魚選べないから、うん、あいつに変わったけど十分あったよなチャンスはなチャンスは、うん、あれより激アツだったのは最後かな、うん、元が旗取った時、はい、あの時の俺としげちゃんの泳がせが激アツ目を 2,3 発走ってんからあそうオロコに加えられてそうだったんだそれはやられちゃって残りはみんなサメでしたねうんあれ修吾さんのなんか動画載ってたのはあれはサメだったの修吾のが一番後ろでなんかやったのそれあれだ修吾だ2回目あ2回目だと、あれだ高信が中央はね、スロージギングうまいけど、泳がせは完全に合わせもスローだから、スローになってた、泳がせの当て方が。あれ、宮内となんか絡んだかなんだかなって言ってたやつは、あれ、中央が乗ってたやつだよね。そうだと思う。高信は、あれだもんね、船長に言われてたもんね。でも、半年を振り返ってみると、まずやっぱり天城軍団、やっぱり松村さんの今年のやっぱりタイね、はい、安定したタイと、やっぱりああいうやり取りうまいよ。あれはもうさすがな感じです安定感がやっぱりジョーちゃんと行った時もそうですよね、うん、一番最初一発目のタイガーも松葉さんですよねあれも食わせサビですか食わせサビって難しいですよねそうでもねいや、イワシがつけばむしろ簡単ですよねこれほとんど伝わんないからイワシは釣れるけど、うん、全然伝わんない普通の前から全部イワシからなってだけどちょっと惜しかったなっていうのはあのマイナス入って切っちゃったやつね、うん、あれは面白そうだったですね魚が何回かデッキあたりがあったかな、うん、あれなんか魚が良さげでしたね良さげでしたね、うん、いいもんだったなあれはちょっともうマイナス入って、うん、もうそのなすすべもなく他何釣りやったんですか今年は今年はほぼ沼津行きましたほぼ行ってないですね、うん、ほぼ鳥のところだけそうそう、うんうんやっちゃうの俺麦イカと麦イカと沼津麦イカ沼津ですねであと今年って考えると初島のヤリイカも行ってあと泳がせばっかですね泳がせ、はい、落とし込みとモロコとヒラメかどこでヒラメがどこでやったっけかな沼津か沼津で伊藤は今年行ってない伊藤まだ行ってないタッチャンね、はい、モロコ釣りたいんだったらあもう大丈夫です。いや食べます食べます5人前ずつぐらい食べます。何は入らないですよ。いや入る入る。たっちゃんは同じ塩を追っかけて、はい、下水金とかそういう連発でやった方がいいと思う。ああ、そういうことか。当たった塩絶対当たるから。そうですよね。塩周りをうまく見つけて、はいうん、中塩揚げの小塩とかさ、はいはい、仕事早くですね。まあロードサービスです。
なんかジャンプみたいな。あ、はい、釣る感じだよ。あ、これも、これも釣った。釣りが好きなんだね。まあ、たっちゃんでもそれやるな。タイミングさえ合えばやるなって感じですよ。まあ、基本的に何でもできますからね、もう、うん、釣りが。今年、あれだな、下半期でジギングできるな。やっちゃいます、うん、もうでも、ジギングは、何でいいっすよ、決めたら。世界に発信してる場合じゃないけど。まあ、でも、ジギングはジギングの面白さがあるじゃないですか。うんうん、それはあるな。それあります。みんな入ってます。こう一番素直になってます。まあ、そうだな。たまに顔出します。でもやっぱりやだな。もーちゃんは今年のやっぱり与那国のカンパチがな。与那国ですね。あれが安定して、まあ、再現性が出てるっていうことだよね。まあ、釣れるは釣れるんですよね。あとはだから、狙ったいものだよな。あれ今年は柳に切らしてないよな。切らした一発やな、うん、やっぱそれだよな、はい、それを取れなかったのが痛いですね。それを取らなきゃダメだな。俺意外と切らすとあんまないんだよな。たまにやるけどさ、状況判断だと思うんですよね。自分がでかいなと思ったらでかいってみんなにアピールして、うん、ちゃんと道具上げてもらって、うん、自分の高い状態にして先頭にちゃんとフォローしてもらいながらっていうのができないんじゃないですか、うん、自分の場合。250円くらいだもん。さっきの話ですね。どうしたらいいの。いやでも大体俺フォロー入れてやってるんだよ、うん、でもあれなんか俺がさ大前に切れちゃってるから、うん、あれ出たら相当でかいよ魚。なんだかよくわかんないけど、うん、あの30キロ目じゃないよ。だからそこら辺が50キロだろ、ね、もう倍が楽にあった、うん、だからカンパチだと思ってるんですけど、普通に250メータービーッと出されて一回も止まんないで、どっから行けばいいんだろうなと思って止まんないから、で一応こうやって少しずつテンションかけながらこうやって引いてたら、あ、来たからあーって巻いてやったら、またビーッて行かれた瞬間にパチンって。ドラグ強すぎです、うん、それ以上ドラグ弱かったらね、うん、もう意図がないかもしれない、うん、どこに120メーターしかない。そうですよね、やってますもんね。でもせっかくだからどっかで来年1本で天城軍団でなんかやりましょうよ。天城軍団遠征ワンツーが大事っぽいだけど、何かやりたいのない？島回り行きたいな。何やりたいの？やりたいの島回りカンパチ、やっぱりカンパチでも組みたいですよね、やっぱ。それかマグロがいいんじゃないの。マグロ俺楽だし、見てりゃいいだけだから。久米島っすか。久米島、久米島なんですね。まあ、でも組め決まったってプラス5分だけだから、あ、それがだからやっぱり日程取らないでうまくできるとこって言うと、やっぱりさ夜行船で行けるさ三宅とかでしょ、うん、だけど三宅行くんだったらもう80ちゃったら絶対、うん、まあ、こっちから、ね、東京まで行かなきゃいけないんだね、うん、そうなんですね、せっかくのところ。あ、でももう下田まで、しかも編集しないからね、これ。誰がこんな大津で見てる人、大津ごめんなさいして。下田1時間、東京2時間って考えたな、うん、でさ、多分羽田空港とか伊豆七島の調光時間の縛りがうるさいから、うん、それと沖縄行くとさ、俺たちも何だろう、夕方もでしょ、夕方ってまだ帰んないよっつって、うん、波この3つぐらいやっちゃう、うん、それが面白いね。1時までもないっていう夕方の釣り。だからやっぱりあれじゃない、天城軍団だったらやっぱりトカラだろうな。トカラって奄美だな、一番釣りが合うのかな。餌取れるし、泳がせてカンパチ腐ろうって言うし、あ、まあそれが楽しいみたいな。で、どどのつまり、あやこさんはどんな釣りが好きなの？何釣りが好きなの？今までやった中で。うん。
何を食べるより上手かと喜び喜びはそれはマグロが一番美味しいけど、でも何が釣れても嬉しいよ。どういう釣り方が釣ったのか、泳がせなのか、サビキなのか、ジギングなのか。サビキはこの間初めてやっただけだから。そうなんだ。そう、だからちょっとまだ難しくて。サビキ、どこでやった？多分西ってこの間やった。ああ、落とし込み初めて、うん、あ、まだ落とし込みの面白さ分かんない。うん、そうだから難しかった。あんまり足がつかなかったでしょ、この方が。そう、最初につけるのが大変だった。うん、でも、なんだかんだ釣ってたじゃん。まあね。マダイにカンパチ全部釣ってるよ。へえ、すげえ。キラメ釣なかったん時。キラメは釣ってない。キラメが出ればコンプリート。あとは、あとはワラサぐらいかな。ブリーフ。あとは。こっち、こっち、こっち、こっち。今のでよく分かってる。もうよく限られてくるね。あの辺でいる。多分これ、これ行くならこれおかわりします。そう、またそれいるなら言ってください。はい、ありがとうございます。これがうまいんですよ。それだけの皿もらっていいですか。はいはい、いくつ入れますか。皿平気、このままいける。あ、大丈夫、1枚でいいや。すみません、この平均あれですか。こんで平均どうぞ。どうぞ。華やかさで言ったら大河だね。いっぱい、はい、そのうち島味って言い出すそのうちね。ああ、言うかもしれない ね。そのうち島味って言っちゃったらもうやばいよ。ちょっと伝えていそうだけどいい。おい、全然いいです。ありがとうございます。あ、ほら、ありがとうございます。最近ありがとうございます。チーズ、はいはい、草屋フレーバーのあんまないな。パスタ、あ、そっちだ。うん、あ、一回スマロ行こうっつってたのに一回見てないで終わっちゃった。なかなか、なかなか今ね、開けてないね。やっぱせっかくだからパパさんに会いたいな、うん、80行って。そうですね、それは間違いない。しかも八条はちょっと何て言うのかな、黒男の店ね、うん、素人にはちょっと難しいなっていう。伊豆市長の独特の、あ、言っちゃうと日本で一番難しいフィールドですよ、やっぱり。それからコンプリートすればでかいと思います。魚が太ってるから強い、うん、ちなみにモロコも出るんですか。出る出る、何でも出る。うーん、まあ平政はね、見たことあるんですけど、カンパチと。あ、平政でかいっすよ。俺がほら、射程にしてきた鉄平って女も出るよ。すげえ、モロコみたいなやつ。デサはジギンはメインでしょ。泳がせもできますか。どこで泳がせ使わないできない。できないな。ジェスタのそばで泳がせできない。カンパチでしょ。カンパチの泳がせできない。でと言ってるのだって、軽トラでカウンタック抜かそうとしてるんだって。無理だよ。車庫には軽トラがいいですみたいな。だけど走ったらフェラーリより速いですみたいな。荷物乗せてもダンプより済みますみたいな。そんな差もないでしょ。ないですね。泳がせやるんだったらやっぱ泳がせの差をちゃんとから粘って折れないからも、うん、でもジギングロックはやっぱ動くジグを動かすための、この下反発強くて、でカーボンもね、高断性カーボン使ってるから最低でもそこは分けたいですね。トイレの動かせはできる、あの684とか、あとフルソリッドで、ただやりづらい。泳
ガスしたらなんか何のポイントですか、あの竿を。竿なんか硬い竿。ああ、すまない。泳がせるの何を釣るの、まあ、例えばカンパチとか。カンパチ釣るのはもうさ、結構ヘビーなクラスじゃないと。うん、ちょっと本気なやつ。ほんと押し味がで、ラインが8号ないと。合わせ切りするもんな。うん、なんでこんな切れんのかなと思ったら、間違って6号やすみたいで。さ、3号か。3号だ。6のつもりで。6のつもりで3号です。それってればしかも、小笠原で。小笠原で。小笠原で。何も分かるって言って。いや6すかね、3すかね。全部そこから書いてある。書きましたからね。うん、分かんないんで。6と3が分かんない。俺も分かんない。太いのしか使わないから。小笠原行っちゃうと狂っちゃうんですよね。あったかさ感じちゃって2号なんて本当駐車してるんじゃないかっていうぐらい、うん、ね、2号3号じゃ無理っすよね。無理だ、うん、ありがとう、ごめんね。ポルトケア早いね、やっぱ湿気これ。ありがとう、大丈夫っすもんね。暑いですよね。暑い、結構暑いと思う、店の中が、うん、デート家庭飲み物頼んで。飲み物自分で行って。あやけちゃんあんま酒飲まないじゃない。私ほぼ飲まない。シャツ赤だわ。タッちゃん、せっかくだよ、どっちか持っていって。あ、欲しいっすよ。どっち、青と赤。高い。1枚3000円ですか。ドライメッシュ最適です、この話に。うん、1枚って両方あります。え、エクセルでいいですよね。エクセルで1枚ずつ。はい、あ、2枚ありがとうございます。金があるのか、いいの、あと開けたんで貸すよ。今日中に返せばいいですよね。開ける前に開ける前に返せばいいですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、はい、すみません、ありがとうございます。でもこれ可愛いよね、デザインね。今週のデザインちょっとユニバーシティっぽいでしょ。あ、ちょっと持った。あ、ちょっと持った。あ、よかった。持ってないと持っとっちゃった。あ、はい。先端なくなる、ここに。すいません。これあれだ、25日。パパさん送ります。パパさん。はい。送る。パパさんに。パパさん送ります。あれ、水色も半袖？あれ、両方も半袖です。色違い。あ、すいません、ヤブに。はい、あ、どうぞ。あれですか、大丈夫ですか、なんか。この間の、姫ちゃんですか。ね、せっかく長年使っ、連れ添ったんでしょうけどね。でも、留守しなくてよかったですね、帰って。うん。遊び場釣り。はいはい。でもほらね、留守じゃなくてよかったですよ。今ね、ちょっと鶴瓶と一緒にいるもんで、なんかあのほら、シャツを記念シャツ作ってくれてたんで、あの一回いずれしてもこれ送ろうかと思ってて、今電話入れたんですけど、ちょっといいですか、電話口今変わって。はいはい、ちょっと待ってください。もしもし。あ、すいません、よりも宇都宮と申します。待ってんじゃねえか、ご無沙汰します。営業、営業。なんかね、せっかくあれだったのに、こちらもできるだけ応援したいと思ってましたんで、はい、いやー、結構歩きすぎね。まだコースターでいいんだけど、食べないの。いいや。あ、いたちゃん、3分の1。
これさ、まずあのパイパイズとかさ、はい、オーシャンズ、はい、飯食えないですダメって感じだから。あ、そう言われていくらでも食いますけど。鹿児島の優作っているんだけど、うん、あいつは全然食えないんですよ。おいつも泣きながら、はい、もう無理です。もうごめんなさい、もう無理なんです。それ以上、もうやめてくださいって。この間伊藤君にもちょっとスパルタだった。誰？伊藤君。そうそうそう。食い物はね。ああ。あ、動画に上がってたやつだね。でもさ、簡単に言うと、食えるか食えないかってさ、辛いか辛くないかでしょ。ただ単に。そのパワハラに耐えれるか耐えられないかじゃ。それくらいのパワハラに耐えられなかったら、50キロでも釣れないよ。だって、わかるでしょ、自分で。はい。あれは8キロで泣いたからね。でも女の子だからいいけどさ、うん、俺ら許されないでしょ。でもね、すごい柔らかくディスられてる。ディスるうち入ってる。あ、そこ。そこはもう、そこのレベルでもディスるうち入ってないじゃん、だってまだ。やっぱりさ、タッチャンが30キロで泣いたら、やばいな、タッチャン大丈夫ってなるけど。ダメだって。いや、ダメじゃないよ。まだそこに来てないから大丈夫。まだやり直しが効くよってこと。スタートまでに慰められてんのかダメ出しされてるのかよく、うん、いや、はい、変わりました。ええ、まあ、いずれにしてもほらまた次回を楽しみにしてますから。テレワークの時になんか退屈だから家で出たかった。間違いない、調子なかったらなんか多分今時期じゃなかったですね。マナイさんにくれぐれ体気をつけてください。すいません。はい、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。住所だけパパズにいいですね。はい、わかりました。よろしくお願いします。失礼します。はい、皆さんによろしくとのことです。はい、ごめんなさいっていう話でした。最初にあげた時に、なんか誰かパーツしたんだけど、みんな逃げちゃう。最後は何言ったのさ、やっぱりパワハラだもんね。魚なの、魚からのだってパワハラじゃん。そうですね。だってさ、俺のその飯食えよっていうよりはるかに辛いからね、はっきり言って。だから泣き癖ついてるやつってどこでも泣くじゃん、うん、何か理由つけて泣くじゃん。そのうちは無理だよね。あ、泣かないやつはさ、たとえ足が取るんだったらもう絶対やるからね。あ、俺も絶対両腕やったともうやるよ。もうやるさ、負けないって。やるさ、やる。俺の iPhone まで認めてくれる。あれ。よいしょ。だってあのいつだかさ、俺の YouTube 見てもらいたいんだけど、GT が泳がせてかかっちゃった時に、リールが壊しちゃったから。ほんで、もう俺の気迫で、しげちゃんは、いやもう絶対これじゃ手であげるなって。俺はもう手であげるかどうしか悩んでたわけ、ずっと。でもこのタイミングまだ手じゃないなと思った。その気迫を、いや絶対手でやろうとしてるだろうなって思ったっすよ。手でやるよね。そうっすよね。やる。それはあれ、これだけであげたっすか。ガン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 。繰り返し。すげえ、どいつ戻ってくるかわかんないよ。歯かけちゃって。で、アルチマンの修理出したら、こんな壊し方したのは誰もいないからっつって、新しいの新品に買ってくる。材料くださいって言われて。はい、写真を撮りたいと思います。ああ、はい、ありがとうございます。食事中やったらいいけど。はい、食事中やったらいい。ああ、いいです、大丈夫です、大丈夫です。やめます、中断します。ごめんね、逆の方がいい。うん、これはみんなは入らないと思う。いや、入るように言うですね。向こうから、だって我々こっち寄りますか。ずっと。で、平井先生そっちに行ってもらって、僕らこっち寄ります。あ、じゃあ寄ります。はいはいはい。じゃあ後ろに立った。あ、そう。じゃあ俺このブルー開けちゃっていい。はい。ちょっと伝えしたくなっていい。私も赤いです。あ、そういう感じ。あ、俺も青に撮る。うん、こっちから撮った方がいいかな。こうすれば入るかな。そうそう、おー、いけばいい。どっち表。あ、俺表出します。
もう少し振っちゃってね。笑顔してください。いい感じですね。皆さん、はい、いるかな。これコロナ禍でいいんですか。大丈夫ですか。確かに。はい、まず1枚、はい、いきます。こういう感じです。あ、もう1枚いきます。オーシャンでいきます。はい、いきます。いいですか。はい、いきます。はい、ありがとうございます。すいません。はい、すいません。ありがとうございます。俺オーシャンの方始まりましたね。そうだな。あ、てか、何個であんのない。いや、いつもあの、ずっと。ああ、そっか。どうですかね、感じの。良さそう。え、もとくん、あと何が残ってるの、サイズ。XL ですね、多分。XL だ。XL は止まってます。赤進めます、もしあれだったら。赤だってこれ汚れるよね。うんうん、赤汚れないです、うん、目立たないですね。今日してるし、これ目立たない。確かにこれね、パパのしかもネイチャーじゃないですか。そうそうそう。さりげなくネイチャーで、ね、気分はもうネイチャー側から来たんです。ネイチャー側から来た。でもやっぱりさ、今回パパさんがまあ一緒にほらこっちはやらなかったけど、やっぱりぜひやってもらいたいのはさ、10年後、20年後やっぱりやがていつかパパもさ語り継がれる日が来ちゃうけど、その時に語り草になるじゃん。やっぱりさ、パパさんのすごいのは釣りに対するその意気込みっていうか人生観がやっぱすごいね。それは確かにすごい。なんとなる一日その薄めなの分かってるけど、その薄めを狙ってる。しかも同じテンションでずっとその薄めを狙ってる。さらに好きでやって薄め。違うもしょうがない。だからよく見たらちょっとってだからやっぱりさ、あやこちゃんもそうなんだけど。やってみるとさ、魚も強いし大変でしょ。でも大変なのは、あやこさんに限らず俺らもみんな同じ大変なのさ。例えばそいつをあげる時の大変さってさ、個人差があるようだけど、それは人間が理由つけて個人差って言ってるだけで、魚変わらないわけだからさ、でしょ。その時にパパさんが75超えて俺らがやっても大変な釣りを未だにやってるっていうさ、しかも虎視眈々と文句も言わずやるわけじゃないか。自分が好きでやるんだからな。ああいう姿勢見るとやっぱりその生き様をさ、なんか襟正さなきゃなっていう感じはする。まだまだやれるのにいろんなことに理由つけてやらない自分らがいて、それは俺も自分ですごくわかる。だからそれはこの間の勉強になりました。俺がなどちらかというとやってしてポンと行こうみたいなさ、まあまあいい時間を、いい仕様の時が考えられますよね。結論はそこだと思うけど、誰との向き合いと手は分かんないですからね。うん、そんなこれ振ってる方かもしれないだ。やっぱりこうみんな個々のまだやれるんじゃないかっていうところをさ、まだまだやるところをやっぱり自分でさ限界とか決めちゃってるし、だって俺たちが何偉そうなこと言ったってさ、パパさんの前じゃさ一桁でしょ、まだ若いんだからって。確かに34です。34、はい、でしょ。半分も二言目にはさ、いや僕はその体だからもっとモゾンブやりたいよ。ああ確かにだろ。でもそんなパパがさ、まあ今時こんな魔石に合わない釣り方をしてるのはまだこういう人でいたんだなと思うと嬉しいって言ってくれてこれって言ってくれましたね。せっぺちゃん見てもだから、うん、見てもこれを機にその年に1回か2回
その俺らの遠征で一緒に行って、うん、もう存分自分のスタンスを崩さないでやりたいって。で今年もまあどっかチャンスあれば、もしくは来年、うん、どっか一緒にとかで行きたいって言ってくれてるし、メイちゃんにしてもね、台湾にしても、こっち当たりながら出ました、これ使ってください、これ使って釣りしてくださいって与えられるわけじゃないですか、うん、それってでもね、本来自分がやりたかったことがちゃんと叶ってればいいですけど、ね、それはあるな、メーカーの押し付けも結構あるんだ、うん、あ本当はそれ気が使って、いやそのなんとかの顔を使ってやりたいってもできない。でも普段はできるっていう。それだ俺のプライベート超過ね、俺らとの。はいはい、でも俺あの姉ちゃんの使ってみて、なるほどなと思うこともやっぱあった。やっぱ鉄人は鉄人で、鉄人の良さがすげえあるんですよ。あの重さであのデカさがあるっていうのはやっぱりボールが出るんだよ。でも中心界に持っていけば沈まなくて使いづらいっていう自分で、コントロールしづらい。だけども逆言うと、例えば400m の鉛で入れると550g ぐらい入れば何か入っちゃう。でも姉ちゃんは800か1000ないと入っていかない。だけど逆に今度浅場のでかいものを狙うときにはやっぱり向こうのはアドバンテージがはるかにいいんだな。ただそれ振り切れる体力と 150m のレンジとか 100m で勝負するときに鉛のジグだとどうしたってどんなでかくたって300以上入れらんないもん。でも 500g 入れられんもん鉄ジグだと。それでもボール出ちゃう。あれ二重だね。はい。あとだからもう鉛と乗り合いになるともう流れが全然違うんで、そこはだから多分乗り合い無理だよ。場所考えなきゃ無理です。鉛鉄とかから引っ絡まりまくんだ。みんなに違う。全然違う。鉄が一番広島にいれば流れるんで、紙にいたら絶対に。でやっぱりさ、その同サイズでもフォールをでかく、そのフォールというかフォルムをでかく取れるから。あで魚にしてみるアピール力でかいよね、うんうん、まあ、どっちもどっちいいとこ悪いとこあるけど、うん、でそれをうまく使い合わせるってことはすごくいいこと。なんかうるさかった？ケイトがうるさかった。あ頭の上にあった、まあ、真下あ何のスピーカーの音がうるさかった。スピーカーの真下だったから声が聞こえなかった。どっかなんか行きたいですよね。前もっとほら例えば決めておけばできなくもなるって感じですよ。でもやっぱり3日は超高尾欲しいんだよ。沖縄がいいのは3日目が終わった時に終わってそのままにフライトできるからさ、那覇からだと、はい、そうすると4日あればよいじゃん。5時以降のフライトで7時頃飛んで9時の最終で帰って、で1泊して次の日も朝4時からアグニアグニアグニってできる。で最後終わったら翌日でいいね。超高3日取ったって3日できるか何もないんですよね。いけるかどうかわかんないですね。ゼロ、そう、いや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 。あともう一つはさ、例えば島から港振り出して島行っちゃうじゃん、はい、この島行ってる間さ、例えば初日はやれました、次の日中日休みですってさ、ゼロ円とは言わないんだ。この港振り出しちゃって一緒に監禁だからさ、そうだからもう基本的にはもう俺たちの場合は投げ込みなわけよ。だってひどい時なんてさ、行ければもう行っちゃうし、だけど中で缶詰になっちゃって何もできないで帰ってくるとかっていうさ、ゼロじゃないもんね。それでもね、ちゃんとしっかりやる、まあ、ちょっとは負けてくれるかもしれないけど、今度気持ちだけだよ、やっぱり。入り口と出口はもう往復はもう決まっちゃうじゃん、はい、これ85マイル往復だからさ、150マイルはあるから。どこ行きたいな。今回奇跡の与那国島5日間全部できたの。1日だけ無理して休みましたけどね、真ん中は休みだけ。ああそうだ、行けたけど疲れちゃっていいんじゃねっつって、ちょっとそれ理由に
明日パスらないっつって、うん、パスったらパスったけどやっぱ船長もなんかちょっと全然したいからってたまたまね、うん、だいぶずっと振り置きっぱなしだったみたいな。だからこっからほら遠出しなきゃいけない遠征するから。でもさやっぱり俺たちこうやって年間通していろんな遠征に人と出会うでしょ。そうするとやっぱりさみんな個々おのおののさある程度さ魂があるわけ。で魂のある人間の魂はやっぱり感じるよな。僕なしそれは感じるよな。やっぱり俺は見ててなんだろうな名実ともにっていうか人間性も含めてやっぱり与那嶺太郎丸、うんうん、あの船長はやっぱり男気もあるしさ、まあ、でも嘘が何もないもん。はい。虚勢も張らないしな。ちょっと年取りましたもんね。孫できてや。マジで。最初に言った時にマジっすか。これで行きますかみたいな。しかもこれで行ってちょっと移動入るよ。2時間ここにいたのに島のここにいたのにここにボスが来るの40マイルマジか20マイル20マイル島の逆振るからね。あすげえ2等はやれるはずっつって2等潮逆行ってんから、はい、で今からすっ飛んでいけば2等はやれるからって。でも2等やれれば絶対1等は絶対どっかで当たるからです。それにかけていく。まあ、いろいろ釣りだよ。別に細かいかも別に長いんだもん8キロとかさ。ああ。小さいやつは別にどうでもいいんだ。はい、最低でも15キロ。さすがに俺がさ、いやいいんじゃねえとかと思うぐらい。あと人波上がってきて、はい、もう次の波でも無理だからこの1等で終わりだよって言って、そこで切らしたな。切らした俺は切らしたし元はそれでっつったな、はい、もう次の流しで絶対終わりっつってもう無理ってもう上がってきちゃっていやかけたもんな。帰るのしんどかったっすね。いやいやこんなんなって下がっていっちゃった時スラックがビーンっつってビーンっつってよくバレなかったね。あれ6メートルぐらい上がったのビーンビーンっつって危ない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 。それはうまく波長があったりこう行っちゃった時に本当に飛ぶよ。こう行ったら飛ぶよ。まああんまやんないけど。たまたまそうなっちゃっただけだ。本当にうねりをさ、試験の次の日でさ、追い波ずっと移動してって、追い波移動してってさ、こう走ってんだけど、波横高で来るから横高で一回また向けてかわしてこうかわしてこうだね。かわした時にギリギリでかわすから、はい、真横から波ザブって一瞬チャプンって入る感じだもん。弦の一番ちょっと高いサービス弦があるじゃん、あそこでかわしてたもんな。見ながらそこに当てないと、はい、こっちの弦の9本に入ってきちゃったらドシャーンっていっちゃうから一回それ食らったんですよ。もう船釣りの友が30センチ40センチぐらい浸水して、うん、道具が全部流されてなったよな、パニックだな。パニックだな。うわおってアシストとか全部流れちゃった。やばいです。俺もいつもだからどんぐらい波あんかなと思ってやばい時はいつもケツの船べりに空き缶置いておくわけ、はいはい、で空き缶で喋ってんとパッと見ると缶ないからギリギリ持ってかれちゃってる。やべえ持ってかれてると思う、うん、そういう感じだもん。そのぐらいギリギリその波に耐えれる自信がないですよ。そういうこと。酔ってる暇ないよ。酔ってる暇ない。暇ない。暇がない。
命の危機の方が感じますかろうじて浮いてる沈没船って感じなんそこでなおかつ釣りをしようっていう考えですもんね、うん、やべえ津波みたいなの来たぞみたいな感じがうわうわうわアトラクションじゃないですか、うん、もうじゃあだん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 やっぱりそういう釣りをやっていくと彩子ちゃんなんかの言う延長線上にそういう話になってくるわけだからさ、でもそれってさ俺らの世界で釣りやってても例えば入り口の砦やってても同じことだもん、砦だからのんびりできるってことだって、砦しっかりできないとそこでできないし、頑張る必要はないけどそこに来る意味とか理由が絶対あるわけじゃないから、ただやっぱり釣りやってればさ少しでも大きなものとかさ取りたくなってくるでしょ、でもそこに対してはやっぱり全ての準備がなんていうのかな一つ一つのさそのハードルをやっぱりコンプリートできていかないとここにたどり着けないじゃんか。やっぱり昔はさ、しげちゃんだってやっぱ疲れるし船酔いもするし面倒くさいからリーダーとかいいやってなっちゃうわけじゃん。で俺は見ててさ、あれなんか傷入ってるっぽいなとかって思ってても、いや大丈夫っすって言ってやって、やっと3日未満打ってさ、やっと出た GT のさでかいのがさ乗っかってバチンだもん、やっぱりなって。やっぱりさそういうさ大きな魚ってさ脆弱なところ許さないからさでもあれ丘だったらみんな直すんでしょうけど、やっぱりしけちゃった海だとやっぱり嫌じゃないですか。でもそういうの一切許さない。でもそれがほら大きなものは特にだし、でも小さいもんでもそれなりの細いラインで一緒じゃんか、比率が一緒だから。あやこちゃん今年結構行ってるよね。だって貸し木島行った後、2月は多分流れて3月はいはい、ほらコロナで中止になって5月はなって、赤で分かんない、あ5月だからあれか、2シーズンだね。まだ2回しか行ってないんですよ。そうか、今年は意外と流れてるんだよね。そう、全然流れてる。あれあでマグロ行ったの、そうマグロの動画を見て、あ疲れてると思いながら見てた。いやもうあれでも本当にちょっとさっきからダメダメだって言われてますけど、本当にあこんなにすごい強いんだと思う。あもうね、なんかみんなが待ってるから自分がもたもたしてるとみんなの時間をね潰しちゃうし、どうすればいいかわからない。あだけどそこは仲間なんだから、チャーターしてるから乗り入れだと絶対無理だよ。チャーターしてるからそこは自分ができる目いっぱいのスピードで上げてくれれば全然この仲間は何とも思わないから。そういうのはちょっとどうその辺がよくわからなかった。うん。だからどこでやってても例えばあでかいよって言えばみんなあげようって上げてくれるから。歴史学は強敵になってくる。だけどなかなか面白いと思う。ああ疲れてるな、この顔は疲れてるな。本人は面白い。もうこれお願いだから取らないで。ドキュメントだ。ドキュメント系 YouTube。落としてもそのままっていう。でもやっぱあれじゃないの、分かんないけど見てる方にしてみればさ、編集してる方が面白いとか見やすいだけだって、実際面白そうで見るのは多分ノー編集だと思う。でもそう、実際が何を着てるのかはね、編集されたら分かんないからね。あれちょっとよっちゃんにさアイスコーヒー頼んで。はい、よっちゃんアイスコーヒー、あ、もらいます。アイスコーヒー2つ、アイスコーヒー2つ、はい、美味しそうね。だから
明らかに同じ魚釣りなんだけどさ、その彩子ちゃんなんかがやってる魚釣りとさ、もう今の話全然違うもんじゃん。だけど違うもんだけど、ちょっとまたいだでしょ、久米島で。またいだのかな、うん、ちょっとまたいだと思うよ。それはだからやっぱり、なんだろう、同じ感覚ではできないし、やっぱりできないよね。疲れ方も違うしさ。いつもと全然違わないよ、そこに。だから連れてくまでがある程度は自分でやってくれないと、こっちも必死だから命がけでやってて、その中で人の面倒見るって結構大変ですよね。うん、でもよくやったと思うよ、はい、よくやったと思う。しかも全員の A ちゃんと取ったの、ちょっと目玉すごいだ。下手すら全員ね、あの船酔いで死亡もあったからわけですね。しかもまたナギ悪いんだ。よりによって悪いな。そんなことないっすよ。そうだって、しみちゃんしみちゃん、まっさんな顔してるんだよ。釣りしたんすか、チビは。初日のチビ。チビも2日ぐらいってる。あ、でも初日はあれでしょ、なんか無理やり倒されてみたいな。初日はほとんどエッシャーです。あ、ありがとうございます。夏ですわ。はい、ありがとうございます。あ、自分ももらっていいですか。はい、そうです。はい。あれ伊藤君のは何キロ？人工魚貝ですかね。飲む、うん、遠征で今回前日だったじゃないですか。多分あのシケで前日行ったらやばい、一人も出てこないんじゃないかな。そうそうそう、場所変えて前日にするって言った時に、5時間も前日やばいと思って。そうですね、中の方が酔いますよね。中の方が酔う、うん、とにかく男性が寝ちゃえばいいんだよ、寝ちゃえばいいんだよって言われた。人材とか飲まないと寝れないですよ、音うるさいし。耳栓絶対つけなきゃな。あ、そうだ、全然平気だ。海野さんは飲んでないですよね、酔い止めとか。薬ダメなの。あ、そうなんだ。てっぺこも平気だよ。てっぺちゃんは全然酔わないですね。てっぺこもいつも飲んでないでしょ。どんなことかな、ね、でもやっぱ船酔いに強いっていいよね。羨ましい。集中できるもん。不安があります。伊藤君は平気なんですよ。伊藤君が何でもないんですよ。自分で驚いてました。僕平気です。船より車を前がやばい。車なんか後ろの席に座った。あ、大型のバスとかで。バスは嫌いだな。車はでもなんか大きいとかと違うと、ブレーキのタイミングが悪い人は気持ち悪くなる。運転手だ、運転手だ。じゃあたまにこうエア、エア、あやこちゃんもなんか順当になんか釣れるようになってきたじゃん。本当、うん、なってんじゃん。今年結構釣ったでしょ。え、結構釣ったよな。今年釣ったでしょ。今年でもまだ3回しかない。よこしじま、こしきじまとこの間の西伊豆と久米島しかやった。そう。エントリーしてるけどできないから、ね。そう、エントリー毎月してんのにできない。でもその割には釣ってんじゃない。そうかな。デトが長いスランプを抜けたよね。ビッグフィッシュがスランプが長かった。やっと釣ってくれたと思って。デト一番やってんのに、いつも背景の方がでっかいんだもん。背景がちゃんとね。途中まではドヤ顔なんだけど。デト、こうやってフィッシュ行くの。
福島のヒラメ、うん、always ハイキちゃん行ってみたいですね、福島のヒラメは。湧いてるんすか落とせば釣れるそうになってます。ヒラメレベル福島のヒラメ、はい、だけど食わない時は食わない。食わない時は元のバッグ狙ってタツキとかちょっと上げて食うから、はい、それだと思ったら意外に 10m 上にいたりして、そんな浮いてるんすか。じゃないと食わないとか。ヒラメ結構上まで追うよ。あれですよね、追うんだよ。水面まで追ってきますよね、あの落とし込みの時とかも。そう、よっぽど晴れてるのは何でもないですよ。やっぱ塩はいいんだろうな。ちょっと行くじゃん、下塩は行くじゃん。そうですね、たまたまなのかな。いや、軽くないですよ、多分。そんなに軽くないし、風向きの潮も多分一定に流れてるから、そんなに複雑じゃないし。原発のおかげかな。福島第一原発、第二原発って爆発じゃないですか。第一原発のすぐ近くで。だけど俺 1F に F の真ん中行ってやってるから。でも火力発電じゃないですか、1F のですか。ガスの新潟火力は一番手前じゃん。はいはいはい。火力前でも新潟でもさ、35m まで40とかだ。で、そんなに素直だから割と80度も入るけど、220度の方が反応が良かったり。なんかそう、でも別に休みはそんなに取らなくてもいい。ノーラスピンするので。で、でかい。11月？意外に楽しいですよ。スピングやると。ヒラメ、ヒラメ引くじゃないですか。たくさん釣れる。鹿児島行きたい。やっぱりあれだな。奄美軍団と沖縄行きたいですね。時間を気にせず。4日って難しい。って結構やめちゃった方がいいよ。しなえ、なんでロードサービス、ロードサービスジャック、ジャック、しあさって行きますって。しあさって早急に行きますって。車じゃないです。ロードサービス専門、専門です。レッカー専門の会社。この間下田までしてみました。はい、式根、式根のファミリーマートあるじゃないですか。あそこまで大型のダンプのスペア効果にあるんで、朝方は。大型ダンプスペアを自分で変えられないやつに、どっちフロント？あの時フロントですね。フロントダンプできそうなもん。緩まないじゃないですかね。普通のフォーグで。いや、パイプ持ってるでしょ。パイプ持ってれば緩むと思うんですけど。リーシーはだってそもそもカッサリかけるじゃないですか。待ってるもん、買ったらいいけど。ジャッキーって上がるんですか。分かんだ。例えば外のギアだったらさ、エンジン乗っけちゃうんだから。エンジン乗っけちゃう。そうすれば外側だけだったら、内側のタイヤエンジン乗っけちゃうけど、外側乗っけちゃうんじゃない。遠征は楽しかった。遠征は楽しい。それギア、フロントでしょうがね。もうザキだけしかないですけど、結構20トンジャッキとかだよ。そうね、あるね。あるね、上がりますけど。電動、これでやってます。パイレンにパン単管入れて回してます。ああ、そうですね。中っちはボルト回す方はエアのインパクトが強いね。なんかね、40トンも積んだのに板場に折れちゃってさ、車走っちゃったら結構あったもん。今でも稼ぎさえありますね。ジャッキ上がんねえ。今やったら即逮捕だよ。エンジンかけてアイドリングで止まってさ、寝てんじゃん。なんか車エンスト写真ねえなと思って見たらアスファルトぶち抜けてタイヤが埋まってんの。そこ逃げ目の完全にもうへこんでへこんじゃってる。あ、スファルトへこみますからね。前々通りぐらいなら平気だけど、そこからさらに1本中入っちゃって、さらにもう1本入っちゃったら、アスファルトがどんどん薄くなるんだよ。終わったらなぁ、で、やばいな、この火事がさ、あ、首里城、首里城、キャスル、琉球キャスル。沖縄行くんだったら、最近でもやっぱり、行ってないの。この間、一家長工で予定して、2日間。とかで行き帰りがあるから、だから沖縄の本島まで行けるの、そこから離島はだからさ、今言ったようにそこからアグニは行けるからさ。この間 A 班 B 班で4日3日4日ぐらい、2日2日の4日2日2日、ああ
だけど3日目が大しけだったんで、実はもうどうしようもないから、じゃあ俺行くわっつって俺行ったんです。で、ジン君に連れられて。いや、3日目はさ、餌取ってて全然取れないから、これなんか行くなって思ってたもん。一発目ミスバイト行ったわけ。で、2発目だから。カジですか？アンティクル、なんでしょうね。サワラみたいなのですよ。サワラと、シナモンだったの？誰か、あれも沖縄で持ってたんですよね。沖縄のね、でっかい、あれは帰り帰り。あまあでもデートがいい魚釣ったよね。魚拓見してよ、デート。デジタル魚拓作って。おー、デートが渾身の作品を、うん、なんかデートのムービーを撮ってる、デートがやってる時、多分ウミちゃん誰かのやってて、私はなんかデートのムービー撮ってるので黙ってる、私何々っていうか、なんかちゃんと喋ってやる。聞き出さないで、聞き出さないで。インタビューは。でも、頑張って、頑張って。それでも大事だよ。取られてる方って何も喋れないから、うん、やっぱね、引き出してやんないと。だから、でも前に釣った時とは違うのどう？って言ったら、覚えてないよ。会話が短い。会話短くなりがち。あれはなかなか。だって、デートだって1時間ぐらいやったもん。45分ぐらいやったんじゃない？マグロ。ファイト。45分。背景も多分30分ぐらいやってる。縦に。結構深い。背景の前。200メートル。疲れた？早く。イエス。でも背景はフィジカルが強いから。ヒラメもだってこんなでかいやもう本当に10キロぐらいあるヒラメ。ヒラメイージー。イージー。マンゴーのイージー。ヒラメ確かにイージーかもしれない。マンゴーの。ハイキャットフィジカルが強いよね。強い。デトもフィジカル強いっすよ。意外とデトも強いっすよね。いやでもやっぱりね、あのアジア人より全然強いよ。疲れを見せない感じが強いよね。体格の違いもあるし、多分筋肉とかは全然違う気がする。でもちょっと繊細さはやっぱアジア人の橋だ。繊細さは繊細さ、繊細さね。でも最後にちょっとラーでしたね。そのあまり動いてなかったから、ラストファイターのマグロ。あ、そう？そう。あんまり感じなかった？巻いてる時は。巻いてる時はあんま感じなかった。だんだん疲れてきちゃった。多分200から150までは、うん、まあなんか逃げちゃったと思ってたんですけど、多分上に食い上げや、マジか。最後の20メーターぐらいの大変でしょ。大変でした。ずっとこうやって回って回ったがってる。でも面白かったでしょ。面白かった。面白かった。おお、世界一。ちなみにあのヒラメの日は、うん、パーフェクトデイって言ってたね。今日はもう、ね、パーフェクトヒラメ。First ヒラメ。マサフィレックス。ビッグフィッシュ。ビッグフィッシュ。ラストデイはもうリラックスだ。リラックス。プロフェッショナル。チャンピオンだ。チャンピオン。一番スパ。ハモ取りがめちゃくちゃ大変だから、みんなみんな釣れるから。5人、6人ですよね、ミオさん。ちょっと結構ありますよね。6人。6人同時人。同時全員人だから。誰かほら、タモ入れ終わってないと。そうですね。でしかもほら、4点フックとかやっちゃうと、はい、網にかかったりして。ね、次外してる間にあれだから、もう次のタモ使って、外して、渡して、次のタモ使って。ある一人一本、タモっすよ。で、俺もたまにみんなどこかなと思ってやろうと思うと釣れちゃうから。俺本当去年久しぶりだね。もう5年ぶりじゃ聞かないぐらいぶりにぶっすり刺してる。大ゼロだもんな。
ゴーゼルのあの何やるんですか、ハリーホールですか、ホールド、はい、ズブッと刺さってもうただの直線しかなかったもん。こう行ってんなと思って、こう引っかかったのかな、こう引っかかってこっちのもう一本はヒラメに引っかかって、ほんで網も引っかかって俺が自分で取って、うん、で網に入れてひっくり返して入れたの、うん、ひっくり返して入れたら刺さっておっと思ってでけえからバタンバッタンバッタンバッタンと思ってジグやべえってバッタンってもうどうにもなんだけど、鉄平君が気づいて、あっつって餌を置いて、にゅーとか言って、ひらめの、ひらめの目、ぐーって。で、鉄平君両手でぐーってやってんの、俺も両手じゃん。どうすんですかって言って。どうすんのつって。もうしょうがねえから一回離して、で、鉄平君が押さえてんだら離せて。で、俺、フライヤーで。3、2っつって2っつってフェイントで自分にフェイント危ねえと思って俺が危ねえって いやアウト確かにそれだけ血だらけでしょ血だらけだよ血だらけっていうか血っていうかもう何で硬くなりたビニールテープビニールテープでずっと巻いて危なかったっすね。まあ、確かにね。すげえ違うと、ヒラメそこで締めたぐらい違うんですよ。久しぶりに行ったな。あれ結構刺さっちゃうな。ここのカーブが見えなかったな。福島の時さ、しげちゃんもここに刺してる。しげちゃんもやった。ヒラメ付きの膝。またまたやって、ね、でジグが暴れて、こっち側の針が、ジグ危ないですよ、危ないですよっつったら、ここに突っかかって、ビヨーンってこう皮膚伸びながら、伸ばしながら、切って。ちょっとグッとするよ。何を見てるんだろうね。俺、そうです、ひらめでかかった。でかかったっす。俺もでかかった。あの時でかかった。しかも半分もイケス入ってね。いや泳げる状態で。上にもやりたいんだけど、うん、網とさ魚が引っかかっててもうそこしか上がってこない痛かったな結構寒かったな。手伝わないでまさか写真撮ったの足。いや俺は俺が釣ったんじゃなかったですか。あ、しげちゃんが釣ったのかな。多分これだと思う。今年は福島は条件変わりましたか。あの去年は誰も釣ってなかったから、だからいっぱい魚。ああ釣れるよ。この間のまた釣れるよ。いつでも釣れるよ。いつでも釣れる。誰も釣らないから。これ今これ200のクーラー満タンのマジか200のクーラーでかそうこれまだ途中だから。これもちっちゃい。それでちっちゃいですか。このテーブル超えてるもんね。何でも何釣ってもでかいし。ヒラマサカンパチいるしね。あ、いるっすか福島のやつ。じゃあこれヒラメちゃんこれ。これでかかった。でけー。これでかかったね。目標平らまなんで。平らまなんで。でかいでしょ。でかいっすね。でかいっすね。竿の長さ見れば。うん。これ多分ユニ80、90とかありますよね。おいしい。おいしい。おいしい。刺身、刺身。美味しそう。ジグでこんだけ釣れれば面白いやん。再現性があるんだよ。何回飲んできますね。遠いで釣ったチャイニーラーメンも美味しかったな。一生懸命頑張って、やっと食べたでしょ。刺身を自分で切って、でも美味しかったよ。もっと今、アイコスやめたんだよ。ありがとうございました。細かったけど。アイコス、咳が出るんですよ。あー、分かるな。たまにするな。写真もね、いい写真撮り放題だから。本当に、何でもできる。今度 GoPro 持ってくるんで。それ俺だけカレーじゃない。違います。そういうのあった一発トリプルヒットで俺だけカレーじゃんみたいなのがあったよね。あった。口おちょぼじゃんみたいな。俺だけ口おちょぼじゃん。あ
イコン楽しいと思う。いい写真撮れますよね。もっとやついの俺が撮ったやつよ。ちょっと迷彩と迷彩と被っちゃってる。どっちがどれかになるの。カモフラージュ。カモフラージュ。どんなのか。ヒラメなのか。でもさ、天然のものカモフラージュになるんだからすごい、ね。そうですよね。俺もヒラメカラーのズボン履いてるからさ、カモフラージュのヒラメがね、これをさそのまま写してデザインすればいいじゃん。あ、そういう、そう、ね、ヒラメカラー、そう、ヒラメカラーだってちょっと星みたいじゃん、うん、よく見るよね、夜空ヒラメみたいな。なんか面白かったね。こんなにヒラメは吸ったことはないけど、うん、ヒラメいや、トリンクやすいよかすなちなの砂に、まあ、チョボ根があったり、うん、あの前ご一緒にいや、足砂で作ったと思うカフェサイヤとかカフェアイヤとか、ね、あとこっちで一匹釣れるか釣れないかで頑張っていくのバカバカしくなっちゃいますよね。だから茨城別ここはでもね、あっちのちょっと遠くにやっぱ第一原発見える。あ、そう、第一原発、うん、第一じゃない第二みんなこっちの方がさ、茨城行ったりするもんね。あるの、大きく帰るって数が違う。赤旗どこ Where? 下田。Last year, the first day I was here, 16th of August last year. That was my first day in Japan. Oh! 本当に Airport, pick up, 下田。でそのまま釣りしたから。すげえ。レトも結構強引だな。レトも結構強引だな。仕方ないね。仕方ない。まあでも日本の一番いいところに一番最初釣りした。確かにすごいですね。Next day I was dead. 疲れた。Jet lag. Yeah. Fishing and.I have never had jet lag. Oh, he had so much time. Oh, jet lag. Yes. Going to US is hard. Yes. But going to Europe, for me, it's not hard. I was always so tired in the evening in Germany, yes. Waking up at 3 in the night. Couldn't sleep anymore. ハイケちゃんはその去年日本に来てから、はい、あっちに帰った。帰ってない。クリスマスは帰った。クリスマス一回帰ったんですよ。今年はイースターな。4月帰る予定があったんですけど、コロナの影響でね。今年夏も帰れない。まあビザはなくなりました。今年はもう戻れない。ドイツに行けるんですけど、でも日本に、うん、日本は、まあ、あ、そうだね。そう。日本国籍の人は入れるけど、うん、14日間隔離だけど、うん、ビザ持ってるのに戻れない。だって永住ビザ持ってってことだから。ダメなの、うん、ちょっとまずいです。うちの同僚、台湾人も、奥さんはなんか赤ちゃん待って、うん、あ、彼も帰れない、うん。帰ったら来れないからね。そう。うん、しょうがないね。でも日本いいとこでしょ。日本。Japan is good place. Yes. Very safe. Safe. 安全だね。Very good food. That's today. It's really good. Only today. No. Yeah. And also, 塩辛い。そうね。そう、ね、so, so, I can eat it, but I don't. 焼けば食えると思う。そうね、そうね。塩辛焼いたら多分ね、一回食べる。これ、it's pasta, it's cream. Oh, okay. It's very tasty. さっきの。先週末、なんか車で千葉に遊びに行ったんですけど、スピードを出しすぎて、ね、警察は。15,000円。誰が？ドイツ人だからね。アウトバーハンもね。
そうなんだ。千葉はさ、しょうがないよね。ずっと直線だからさ、真っ直ぐになっちゃいますよね。アクアラインから降りたらなんか、ね。アクアラインか。あれもずっとストレートで真っ直ぐ。アクアラインの高速道路もめちゃくちゃスピード出るからね。出ますよね。あそこもフェラーリとかね、もうどんどんやりにくいんだよ。あらそこの探知機だったらでしょ。確か200、180キロ以上は探知しないとか。そうなの。あ、こうしたらといいんですよね。ある程度乗り切ると120から180とか200ぐらいまでは探知するけど、そこから先探知しないし。そうなんだ。日本の警察も追わないって。へえ。危ないから。自分が危ないから。追えないし。どこもだから本当に速いやつだわ、追わないって言ったもんね。そう。今日はトークしてたら、腹吉。一週間は草屋の匂いでみんな飲める。みんな腹いっぱいになっちゃってまったりな感じ、うん、出来上がっちゃった感じ。チョコレートパンダについて、ね、なんかアーマーあるの、あると思う。何アーマー、なんかドリンクメニューなのか。ドリンクメニュー、うん、パフェ、パフェあれじゃねえの、もう完全にあのジョナサン行けって言われた。ジョナサン今朝行ったから。ジョナサン朝から英語でわかんない。カタカナ書いてあるけど写真が欲しい。ドリンクメニューっぽいですね。なんかこう一頃落ち着いてくるとなんか臭いの匂いやたらするね、さっきから。ドリンク、ドリンク、ちょっと今日は何もない。いいです、言ってもらえたら、うん、言ってもらえば準備してたんだけど、今日なかったから大丈夫です。すみません。これだと匂いしないよね。こっちからこれ、ちゃえば、これ、ああ、これ食ってみれるの、しまってみれる。脂肪がどうするかずっと迷ってました、これ。でもさっきから俺5枚、4枚だか5枚買ってたじゃん。もう焼いてるうちに2枚取られた。食べちゃったの。いや、取られちゃった。取られちゃった。ちょうだいっつって。ああ、そうだ。焼いてるみんなやっぱりさ、美味しそうだ、美味しそうだ。どうだろう。猫に、石亀のコンロで石亀です。これ石亀。あ、違う違う、それは青木で。ああ、青木のぐらい。石亀もずっとやってたんだ、作ってたんだけど。片島だから。だから結構臭いですよ。でも青木まで買ってるやつは割と加減してるやつなんで。だから陶器のやつは臭いですね。これ硬いんですよ。これ本当は硬くないんですよ。柔らかいんですよ。で、だ一夜干しで俺ら食うやつ。もうほとんど生魚。一夜干しって言ってます。普通の開きぐらいな感じ。生、いやいや、あんなんなんない、なんない。なんない。もっと柔らかい。大ちゃんがこれ刺身で食えんじゃねえと思う。うわー、嫌だっすよ。あの駅に使ったの刺身って。いやでも俺なんか一頃さ、バーベキュー臭いやつや。だってほら、みんなさ、あれ、鹿児島で食べたことない。沖縄に持ってったらこれ臭いとかって、そんなの下げろとは怒るだろうな。豆腐用のは臭いだろう。ヤギのは臭いだろう。ヤギはすごいじゃないですか、あれ。ヤギも臭い。いや、俺もヤギもいいですよ。本当に、まあ、臭いは臭い。ヤギは全然。ドリアンなんて頭くる臭さだよ。ドリアン食ったことない？デッドドリアン食ったことある？臭いよね。ことがないですね。ない。でも時々ニシンとか言ってる。匂いは分かりますけど。ニシン。ニシン。あの麻布十番。普通にドリアン売ってる。でもね、みんな知らないんだけど、ドリアン食べたらお酒飲んだらダメだよ。死んじゃうまであるよ。そうなんだ。ドリアンとアルコールはダメ。へえ。血圧上がるから。死んじゃうだよ。そうなんだ。心臓悪い人だよ。食べ合わせが。っていうかもう。常識つけて、体重高校会社はいつもドリアンを持って行ってばダメなんですよ。うん、もうそういう感じなんだ。乗ってばダメ。会社高校会社なんだ。ダメでしょ。
テロだよ、テロ。草山ダメでしょ。それを皮を剥いた状態でほぐして、普通にパックに入れて、ドリアコンビニで売ってるんですよ。ファミリーマートで。俺のテロじゃん、臭いじゃん。ファミリーマートで、普通にパックに入れて売ってるよ。日本のですか？あ、向こう、向こうだった。へぇ、そうなんだ。ドリアンってわかんないから、パンって書いてるか。ドリアン好き？好きじゃないですよね。臭いだろ。臭いのと、ちょっとぬめぬめしてるじゃないですか。チーズっぽいんでしょ。いや、うんこ臭いです。ただのうんこ。うんこフルーツ。臭いもうんこっぽいけど、まあ、確かに、ね、臭いやつ行った時に、一人釣り仲間が、すごい、ちょっとすげえイケメンなの。しげちゃんの友達で、すげえイケメンで、すっげえモテるのに、なぜかうんこマニアなの、そいつ。そいつが、臭い、こんなクソ臭いの食えるかって、しげちゃんが、手のクソ食ってんだろ、お前。そのやりとりが、ウケちゃって。手のクソ食ってんだろ、お前。こんちゃん行っちゃってんくせんよ。ふざけんじゃねえよ、この野郎。確かに、と思う。臭い、ディスってんじゃねえよ、つって。そうだよな。クソが好きなやつが嫌いっつうんだからよっぽど臭いのかなとかさ。だからこれはマジ見てた。全然わかんない日本語。少しわかる。少しは少し分かるようになってます。お、1年だからね、そろそろね。もう1年以上、もう1年以上。ワンナワンナは頭痛かったね。でも私、うちでなんかさ、好きなことやるなら、洗濯物とか畳みながら打ち合わせしてるよ。顔映らないけど。あれやっぱ本当に。で、6時にはさ、俺いつもご飯テレワーク。出て飲み物どうする？出と、なんか飲み物。それ最後にして行こうよ。ラスト。なんか飲み物、ラブに頼みな。ウーロン茶。ウーロン茶。氷もらう？入ってない。氷もらう？入ってある。あるから大丈夫。レモン。レモン入ってる。すいません。すいません。すいません。白ワイングラス。白ワイングラス。グラス一つ。レモン入ってる。結構臭くと便が粘っこくなる。人に言うんじゃねえ。俺はいつもそう。ほら、ね、シャーシャーでもないし、普通なんだけど、はい、ちょっとなんか粘っこい。粘っこい感じがする。じゃあ明日大丈夫かな。大丈夫、全然大丈夫。結構もらうね。次は7月の10日なんで。10日21、うん、10日は10日でやるんです。10日は10日で、10日はどう言ったじゃないですか。時間ないですかって、もし受ければ、ね、こっちのやるって言ったやつ、9日10日ってやります。9日10日、11、12、13で、俺別に全部13までやれるんで、あんまり10日やれないのが、どう思うよ、カンパニーさんが、この方ですか？9からずっと、9から13まで。どこやりますか？13がチビなんで、来るの。ああ、ロシア。はい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 。先生でやれるならぜひ来てください。中身は潔ですよ。メダイサキ。俺イサキ釣りも楽しいわ。俺と割と好きなの。俺もイサキ釣りね。メダイもいいですけどね。メダイやっぱり先のもいいですね。メダイも中層で、すごい難しい。誘って食わないし、なんか置き皿の方がなんか当たるみたいな。こっ
たらかしておけばいいみたいな。急もイサキ釣りやんないと。サバはもっといつ何時かってことですか。13、14だ。14はだと15から半分だから。私の13月ですか。ヘアカットがあるな。短い。12にはもし準備するものがあればやっとかないとやばいですそうなんだ。あとなんかこれ仕掛けなんかだったらすぐなんですけど、カゴとか加えると10年ぐらい天秤とか顔を何するか今のところこの勝って8か10か。あの時はカゴをやるのは あそび場でやって25日遊び場はい、ここでシャツ、配るシャツはでそれちょっとさ、今下田企業で領収書もらっちゃうよ。あのこれ引いた分。あ、分かりました。今やってその数字だけ、はい、3で引いた金額領収書もらっちゃう。いやー、腹きつい。デザインは一緒？あ、すみません。ありがとう、よちゃん、ごちそうさま。一緒です。ただ色違いです。もったいないから25日くらい。25？いいね。パパさん、圧かかるみたいな。まあ、なぜお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。